フィッツット -1 は、福岡工業大学の小型人工衛星プロジェクトにより開発された 1U のキューブサットである。愛称は、にわか衛星。博多の伝統芸能は型にわかに由来する。ノのリに搭載され、2012年7月21日に、種子島宇宙センターから、h IIB ロケット3号機によって、国際宇宙ステーションへと運ばれた。 2012年10月5日0時44分に国際宇宙ステーションの日本実験旨希望から小型衛星放出技術実証ミッションの一環として他の4個の衛星とともに宇宙空間へ放出された。にわか衛星は主ミッションと副ミッションを当初予定の100日以内に成功させた。9ヶ月後の2013年7月4日12時7分に 新潟で受信されたビーコンが最後となり、同日落下したものと思われる。にわか衛星は 10cm のアルミ角パイプを 10cm より少し長くカットし、両端に蓋をする形に作られている。キューブサットは通常4本の柱にパネルを貼る形で作られるが、この新しい方法は外枠の組み立て制度の問題が存在しないので、 放出器との間で不適合を生じることがない。各パイプの4枚の側面は、それぞれ2枚の太陽電池を直列接続し、最大 2.3W を発現する。上面には 5.8GHz のパッチアンテナと 3WX50 個の緑 LED、前カメラのレンズ穴を持つ。底面には 1.26GHz のパッチアンテナ、3WX32 個の赤 LED、 あとカメラのレンズ穴 437MHz のアンテナエレメントが伸びれるための穴がある。衛星は永久磁石を積んでいるので、方位自身のように磁力線に沿って常に南北を向く。日本では地磁気が40から50度で地中に入っており、衛星が観測地点の南40から50度を通過するときはマイクロ波のビームも緑 LED のビームも 地上の観測地点を向くことになる。一方、南半球では赤の LED をつけた底面が地上を向くことになる。アップリンクは遠隔コマンドのために2系統を持っている。メインは 437MHz、1200BPS、AX25 パケットを用いている。他にバックアップ系として 1.26GHz の DTMF でも遠隔コマンドを送ることができる。 ダウンリンクは4系統を持っている。437.250MHz CW で常にビリコン信号を出している。衛星内に蓄えたテレメトリーデータは 437.445MHz 1200BPS AX25 パケットで地上に送る。衛星が撮影した画像は 5.84GHz 115.2Kbps FSK で地上に送る。他に LED 光で地上に信号を送る。超小型衛星では初めてのマイクロ波による高速通信により放出時に撮影した国際宇宙ステーションや地表の画像の転送に成功した。JPEG VGA 画像を1枚あたり2から6秒で送ることができた。信号は福岡高台の地上局だけでなく新潟市、上尾市、 アメリカバーモント州バーリントンでもアマチュア無線化により受信された。ドイツではアンサット DL チームがボーフムーにある直径20メートルのアンテナを使って送られてきた20枚の画像中、一度に14枚の画像の復元に成功した。搭載した LED を発光させ、2012年11月21日に大分県湯布市と韓国のケイストで世界初となる宇宙。 地上間の LED による可視光通信の実験を行った。LED の点灯は、モールスコードで点灯させるモードと微弱光、検出モードの二つがある。微弱光検出モードは 10Hz で点滅する、デューティセ30%の光をさらに 5kHz で変調している。地上では 5kHz のフィルターを通してノイズを除去し信号だけを通り出す。微弱光検出モードでは、 緑 LED は200ワット以上のパルス、平均電力30ワット程度で発光させた。最初の実験では、衛星からの光は、倉敷科学センターと、韓国ソウルのケイストで写真に撮影された。続く実験では、神奈川県海老名市、秦野市、富山市天文台、愛媛県西予市、千葉県君津市、熊本県の小国町などで、多くの天文ファンにより撮影された。 また、副交大チームは望遠鏡に取り付けた光電子増倍化により電気信号の取り出しにも成功した。衛星から多数の観測データが得られた。太陽電池の各パネルの電圧変化から衛星が北を指す Z 軸に関して左回りに回転していることが分かった。さらに異なる日にとった同様のデータから この衛星の回転速度が次第に上昇していることが判明した。ありがとうございます。